高価銀行カードローン、アニュアセッションです。はい、皆さん。今回の動画では、左遷について、ちょっと話していきたいと思いますが、この動画で、NCT が、テンさんが、空港で、ある事件があったんじゃないですか。ちょっと、人が集まりすぎて。そして、NCT は左遷が多いチームで有名ですけど、それは、NCT だけじゃなくて SM の事務所、SM 事務所出身のアイドルが特に他の事務所に比べたら、左遷が多いですね。それは、なぜかと言ったらですね、NCT の場合は、その先輩たちの左遷が、その左遷の人々はですね、辞めないんですよ。それで、例えばですね、土方審議の左遷だった人は、エクソの左遷になって、エクソの左遷だった人は、NCT の左遷になる感じらしいですよ、私が。調べてみたら。私が、動画の最後に、土方審議のジェジュンさん、元土方審議のジェジュンさんが、土方審議だった時に、なんか左遷にちょっと怒ってる動画ですけど、それは十分理解ができますよ。なぜなら、どんだけひどく左遷に今まで、辛くやられたかっていう、その対話の内容が入ってる録音の動画ですけど、最後まで見てくださったら嬉しいと思います。とにかく、今まで SM アイドルに何があったかって言ったらですね、同心儀の場合は私が何個かだけ紹介しますね。皆さんこれが見えるかどうかわかりませんが、これはなんか同心儀のチャンミンさんが道でただ泣いてる写真ですけど、これはチャンミンさんがもう左遷になんかついてくるのやめて、本当にやめてとか、それを言ってるのに、左遷がなんかもっと写真を撮ったり、なんかゴミとかを投げながら、それがまるでその状況が楽しいみたいな、自分たちのせいで、このチャンミンが反応してるのが楽しいらしいですね。だから、そんな感じでずっとするから、チャンミンがもう本当に、もう多分、その怒りを超えて、なんか泣いてしまう写真ですよ。そしてこれ以外にも、なんかジェジュンさんの場合は、自分がなんか運転したらですね、なんか10台以上のタクシーがついてきたようですよ、前に。例えば、なんかどこかに事務所から出て、家まで行ったら、左遷が、なんかみんな左遷がもう何十人もいて、その全部タクシーに乗ってすぐついていく。だから、それをわかるはずじゃないですか、本人も。だからそのストレスは想像以上だったと思いますよ。そしてこれ以外にも本当にいろいろな事件がありましたが、ここまでしますね。とにかく、そしてエクソはこんな感じで、例えば同じ飛行機に乗って、なんか、これはですね、二人がトイレの前で待ってる写真ですけど、トイレもなんか左遷が来るか不安で行けないから、なんか、例えばメンバー二人がトイレに行ったら、そのトイレの前で、他のメンバー二人が待ってくれる、そういう写真ですよ。そして、なんか寝てる中にこんな感じで写真撮られたりするんじゃないですか。左遷が一緒になんか飛行機に乗って。これに対してはいろいろなアイドルが苦しんでると思いますし、バンタンのメンバーもなんか、本当にお願いだから、同じ飛行機に乗ったり、そういうのは本当に怖いですのでやめてほしいって何回も言いましたね。あ、そしてこれはエクソのメンバーがホテルに泊まってた時、ある左遷がそのホテルの部屋の中に録音機をとかを設置しといて、なんかシャワーしてる音とか何の話してるのかを聞いた、そういう事件もあったらしいですし、これはティオさんですけど、あ、これはディオさんですけど、このなんか、空港とかで大きいカメラあるんじゃないですか。このレンズが大きいやつ。それで、なんかこの目にぶつかってしまって、なんか目が青くなってしまった。そういう事件もありますし、同心儀からエクソに、エクソから NCT に行きましたので、NCT が一番左遷が多いと思いますよね。私個人的には、これが何が問題かと言ったら、この SM 事務所が今まで本当に、もっと強く対応しなかったので、その左遷がずっとなんかやめなくてきたと思いますよね。これは絶対事務所が何かを本当に厳しく対応してきてたら、絶対なんか左遷文化とかが結構なくなったと思いますけど、なんか対応が甘々だから、なんかやめないんですよね。左遷を。それが一番問題だと思いますよ。もちろん、問題は左遷してる人々。
が問題だと思いますけど、事務所もちゃんと本当に厳しく対応しないとですね、辞めないんですよ。そして今の時代では韓国で留学してる外国人も多いですし、その外国人の中で K-POP が好きな人って本当に多いですね。だから今の左遷は韓国人プラス外国人までできてるアップグレードバージョンだと思いますし、今までどんな形で左遷をしてきたのかを聞いた人々なので、もっと一区左遷をするんじゃないかなと思いますし、もっとどうしたら会えるのかとかを分かってると思いますよ。そういう情報を今まで聞いてきたわけなので。はい、とにかくこの左遷については、本当にアーティストがこれ以上苦しまないようにするには、事務所が本当に厳しい対応をしないと、これは終わらないと思いますし、だからなんか、韓国のアイドルはちょっと心が傷んでる人が多いんじゃないかなと思いますよ。自分の個人の時間もないですし、活動する時間、もうすごく忙しくて、本当にもう自分の時間ないんじゃないですか。でもそれが終わった後も自分の時間がないのは本当に苦しいと思いますよ。だから韓国に住みながらどこにも行けないですし、そんな場合になったらずっと家の中にいて、それが普通になると思いますよね。だからこれは本当に事務所の責任もある程度あるんじゃないかなと思いますよ。特に SM は左遷が一番多い事務所と本当に過去から言われてるのにも今までもそれが変わってないってことは SM 事務所自体も問題ですし、とにかくこの左遷っていう文化は本当になくなってほしいですよ。左遷ペンって呼びますけど、左遷はペンではないですよ。ファンではないですよね。それはただ個人満足ですね。自分が会いたいと相手に迷惑かけながらも自分が満足したいっていう気持ちだけ考えてする行動だと思いますので、とにかく左遷はファンじゃないですよ。本当にやめた方がいいですね。とにかく私は最後にジェジュンさんと左遷が話してる対話の録音動画を皆さんにお聞かせしますので、それが最後ですね。はい、とにかくってことで、나따라다니고연락하다가친구랑지금미쳤을때미쳤을까응미쳤을거야내일진짜재밌을거야미유리때문에어미유리때문에어미유리때문에똑같아그런거야어사생이잖아별같은놈들이야니네가나이렇게살아주는거야어내가이렇게살아되냐어내가살아왔는데니네때문에너는지금이렇게대화를깨끗하는거몇번하는거아니야나몇십번손가락셀수없어니일로와일로와일로와잡히기전일로와야잡히기나한테잡히기전일로와잡히기전일로와잡히기전일로와아이고재밌네이제재밌을거야내일진짜재밌을거야우리가스트레스받는거만생각못하지차라리평범하게지내서관섭안받고살을거야어딜가든누가쫓아오고어딜가든누가나한테연락하고누가어딜가든나한테연락해가지고너어디냐너어디있지항상그불안속에살면서도망치고살고범죄자야아이거되게외웠어나휴가받고살나3박4일동안일본에있었다일본에있었거든리얼이때문에어리얼때문에어리얼때문에똑같아서웃기지존나고차라리깜빵들어가서씨발콩밥먹고운동이라는게낫지군대들어가서씨발군생활을편한게낫지씨발택시기사들이씨발돈벌겠다고군인들태워가지고내존나따라다니고목숨걸고씨발따라다니고빨간보름대들앞에차가몇대가있어서역주행해서따라다니고그렇게하고있는데나어그런사생하고씨발사생사생택시들이나따라따라다니고나평소심화되냐고어어네좋아야내가네좋아할수있겠냐얘들이카니까씨발인들아일본의비기스타가더좋아지는거야개같은놈들아알아일본에서인터뷰할때뭐콘서트할때어우리발라드볼때뭐노래따라해주는팬들이좋아요일본애들이잘들어줘서좋고한국일본과그차이라고일본에서한국망신시키기싫어가지고따라부르는게좋다고하는거지좋게개질을떠들고개질을따라오고개질을소리지르고니네한테사생님들때문에씨발외국분들이더좋아지는거야